民主党は25日、参議院選挙のマニフェストを正式発表しました。暮らしを守る力になるをキャッチフレーズに、社会保障改革や独自の所得増税策を打ち出し、安倍政権との違いをアピールします。暮らしを守る力になるということで、これは私の直筆であります。民主党は生活者、納税者、消費者、そして働く者の立場に立って、そして、共に生きる社会、共生社会を目指すということでありまして、そうした考え方も全体の中に盛り込んでいるわけであります。マニフェストには7つの重点政策ですね、これを載せております。それぞれ項目立てがございますけれども、いずれにも共通をしますのは暮らし、命、未来ということでございます。この3つのキーワードがそれぞれ相互に関連をしているということであります。アベノミクスの問題については、私も何度もその副作用を指摘してまいりましたけれども、いよいよこれから物価が上昇すると、もうすでに一部は上昇しておりますけれども、これからますますその傾向が強くなってくるということでありますので、アベノミクスの副作用に苦しんでいる、そしてこれから苦しむ人たちもたくさんいるわけですが、こういう人たちに対する対策もしっかり行っていかなければいけないということでございます。いよいよ間もなく参議院の選挙がスタートいたしますが、このマニフェストを掲げて再び地域に入っていって、そして私どもの考え方を訴えていきたいと、こう考えています。